お疲れ様スロットです。今日はですねこちらの超ファイボコ活期やっていきますということで、なんかすごい謎なデッキではあるんですけど、まあババとホバマザニクスケドラで、まあ一体あなたはどこにファイブ打つんですかみたいな、デッキですね。まあなんかそれでちまちま攻めて、まあ、コジョババ刺す、ホバリング刺す、マザニクの豚を刺すみたいなデッキかな。なんかすげえ本当に特殊すぎるデッキではあるんですけど、まあなんか使った感じマジアチャとか、まあ、その辺がすごい厄介かなっていう印象あるんですけど、まあ、今枯渇がねそう多いんで、この枯渇を引けるとちょっと相性は良さそうに思えますが、さあどうでしょうか。ホバリング強いからね、ファイボじゃない限り、相手がファイボ持ってない限りちょっと強いぞ。さあこのホバリングが強いで、このマーザネクもちょっといいよね。いやめっちゃ微妙か、ナイト来るねこれさ。あーそれはすごいいいプリンセスだね、良すぎるね。あーやばい、めっちゃいい受けされた。今攻めないでコストないんだよねと思いながらも、まあまあまあみたいな感じどうやって攻めるんだこれ。まあ古城ババっすよね。まああとは限界突破ババか、単純にババセパ、ギャングセパ、片方工場みたいなのも強そう。セパセパデッキ、最新型的な。さあどうしよう。まあ、一旦待っていいな。マジ枯渇ですね。テンプレのテスラ枯渇。枯渇時代なんでね。本当はでも量で言うと、一番枯渇が多いかもしれない、今の環境。さあまあさすがにホバリング合わせたいよな。プリンさえしばけるとちょっと熱いんだよね。延命来てもマザニクあるしね。さあ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 、まあこっからゆっくり行こうや。これテスラが壊れて、俺はね攻めアラーム打ちたいねプリンに。だから次のバレルをなんか適当にユニットで守りたい。さあこれだけでちょっときついんじゃない。ヤナム打ってこれよ、これこれがね通るんか。いやでもちょっとナイトも強い。いやでもテスラがインガイン、いやいい防衛されてます。あれやだな、足場やっぱり一応警戒ね。うっうっ、ナイト勝て。あのプリンをまあ芝居とくか、芝居とって損はなさそう。ロケか、いやこれソウルコールちょっと強い。ウッド系、え咲いたらギャング追加あります、えありますあります、ブタ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 ルシュー、まあまあ、いやーめっちゃいいロケットですけど、ブタも緑の物体もね。さあ前半見てて、いやこれね多分枯渇に、枯渇にめっちゃ強いです。枯渇と、まああとはなんだろうな、それこそ今やっぱナイトが多いんで、まあ、遅延スキャラとか、遅延スキャラ絶対勝てないやろこれに。さあ神相性、いやー負けてね、バックスタンプでね、恥ずかしいよそれが一番ね。さあさあさあ、まあいいんじゃない。まあああいうね、多分ホバマザニクスケドラ、この4コスがね絶妙にうざいね、いい味出してるね。やっぱ全部ファイボでワンパンなんですよ、この4コス勢ね。あるある、ババもマジアチャもねファイボでワンパンなんですよ。けどその分ねちょっと厄介なんですよね。ただそれが3体もいるので4体か、相手がするとだいぶ戦いにくそうだな。俺からすると、まあ、26とかねこれだとすごい嫌だね。高回転ファイボが嫌だ俺視点はね。さあファイボ、おいえっそれやばい、それ絶対やばいよ、あんたどう考えてもやばい。それ諦めたんじゃないこれもう、一応ソルコル、いやーはみ出しソルコル、何かこう、いやーなんかめっちゃいい攻め来たやん。えこれファイボザップのエリババホグみたいなやつかな、ザップ来そう。わーえなんでいややりすぎちゃった感じ。いやーめっちゃいいエリババ来るやん。ファイザップホグっすねこれ、ホグだっけ、ロイホグだっけ、なんかねこんなデッキいた記憶があるんですよね。まあまあゆっくり行こうよ、焦らずね。
ファイボあってやっとまともに戦えるぐらい。いやてかマスクやべえわ。エリババもだるいな。え、マスケめっちゃだるいやん。ヤナメちょっと強いな俺。嫌でいいもん。さあ、しばきたい。いやー、まあでもちょっとむずいね。マスケを、そう、突破できないんですよね、俺って。ヤナメなんで。そこだけ、怖い。うわー、意味わかんねー。やめてほしい、マジ。よかった。いや、これちょっとチャンスです。ダメージめっちゃ痛いんですけど、ファイボ回る前に攻め切りたいな。いや、マジであるよ、これ。からのファイボを、ザップなんでね、このギャング系もちょっと強い。いやー、いやー、マスケ強すぎるけど、左も落としてほしい、これ。いやー、強すぎるだろ、あいつ。やべえ。真ん中のゆっくりやん。来ないんかい。これやばいね、どう考えても。いや、でも耐えれそう。マジ、ミリ耐えてる。あ、ファイボザップや。うわー、まあこういうね、こういうのがきついし、えぐ、エリババロイじゃいな。なんだこれ。やばすぎるこれ。バケモンみたいなデッキだ。このデッキ使っといてあれなんですけど、やばいね。まあまあまあ、高回転遠距離プラスの、ヤナメで死なない遠距離プラスのファイボね。ちょっとやだな。まあ戦えないことはなさそうでしたけどね。呪文ない相手来てえな。ダックプリとかだってスパーキーとかじゃん。スパーキーとか来ると幸せなんじゃない。いやー、もうわかんねえな。ダックプリムーとか、いやー、わかんねえな。普通じゃないのは確か。いやー、いいよ、優秀だねそれ。早めにしばきたい。枯渇か。いやー、めっちゃ枯渇だね。さあさあ、まあ、枯渇がいいのよね。一生枯渇きてえな。もうきつうじゃない。いや、俺もちょっときつい。ゴブリンバレルたまたま来てくんねえかな。さあ、いいね。あー、なるほど。まあ、柳雨一応温存みたいなとこある。さあ、ロケホーめっちゃ久しぶりに見たな。いないんすよね、ほんとに。嫌だけどいけそう。なんで？エイム悪いな。バロランとしすぎか？まあ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 。耐えですね。アウトロー。端前殺されるとちょっと嫌ですけど。お前ら全員豚にしてやるからね。かかってこいや。来い。ああ、はい、行きますね。お前ら全員豚の毛。ああ、まあ、それ、強いやん。わー、めっちゃ強いやん。やばいね。なんか。あー、やばい。マジやばい気がする。いや、ロケは残ってんのすげえ嫌だな。うわー。いや、でも意外と意外と、ちなみにこれやばい。ネクスト限界突破あいつやん。やばい。ロケット同士、俺いない世界に最近住んでたから、普通にこのロケ砲ハゲます。全ハゲ見えます。ガチやだな。いや、スケドラちょっかい出してこい。いや、いいよ。いやー、全然全然全然いいでさえ。ダックプリ強いなあんた。いや、いいよ、ガイン。やります。ダメージ上がってます。ダメージ上がってるかな。一応、ババもあります。強いよ、このババ。いや、いや、めっちゃいい、これ。さよなら目打って。これもう止まらんくない？止まる感じ？なんか、ロケかなんか出てきてもおかしくないんですけどね。
いやいいね、その受けみたいな。いや耐えたいね。全然あります、正直。なんなら勝った。いい穴目加えて、マジ、え、絶対力玉だもんね。いやもうババアいらん、全然。いや、マジ全てが残る。ギャング追加あります、これ。怪しいかな。いや怪しいとか思うな。突っ走れ。え、マジ熱い。これ豚作って、この豚でダメージが過ぎたいけど、やばい、ほんとやばいです。延命されたら終わります。危ねえ。さあ耐えた。え、これさどうですか、どうですか。うわー、やっぱりね、延命勝負勝ちたい。え、これオッピーでもいいけど、ブーの、これマズネクも強い。うわー、このガール吹っ飛ばすか。待って、6個。うわー、これやばい。いやめっちゃ耐えてる。いやロケあったけど、ロケしかない。ヤナメのダメージ、いや147、絶妙に届かん、絶妙に届かん。いやー豚で、いやこれ耐えれば勝ちです。絶対端前6個くるんで、もう端前蓋して耐えたくせー。いやでもね、これ強いんですよね、このマドネクスケートラーオーバー。相手がねファイボない時、ポイとかロケとかライトニングの時に、まあ、最強になれるんだよね。よしよしよし、まあさすがにね、ここは詰めたですよね。いやこれできえな、マジ気持ちいいな。なんかもっと神相性ありそうだけどな。呪文ない、いやまあ遅延スケラかな、生きてえな。まあ、ババセバやっとくか、これマジね。その初手雑に避けるようになったよね。限界突破出たことによって、初手ナイト、初手バーバリアン、初手ロイジャイ、なんかやり得になっちゃったよね。はい、さあ雪玉来る。おっと、レンチャンか、まあ、ラバルかバルーンか。おー気持ちいい、これ豚育成チャンス。あーでも丸嫌だよね俺は。いやーダークフリもまあ嫌なんですけどね。なんだこれ、ジャイスキラか。うわー、なるほど、ジャイスキラっす。まあちょっとぐらいダメージ受けていいよね。矢の雨持ってます相手。あーこれさホバ残るやん。どう、やりこぶもついでに残ってます。マジついでにスケブ系来たら、いやー気持ちいいぞこれ。嘘、ワンパン、ワンパン分からんけど、ジャイにはババで、エスケラはマサネクで GG ですかね。いやめっちゃ神相性じゃね、これ。ヤユキなんで相手、スケドラもマザネクもホバも全部残るんですよ、ババも。まあ後ろから形組まれるのが一番めんどいかな。いやでもババ最強か、金髪お前大出世したな。はいはいはい、いやーこのね、この逆ちょっとやだね。後ろから合わせるかとかさないんだよね俺。いいと、君もババいるんかいって。いやーいいよ、まあ、全然俺もうこれゆっくりイチョコラしとけばマジスケラだと思うんで。いやめっちゃ強い、ユニットが勝ってる。いやーゆっくり行こうや、まあ、攻めてもいい、ぶっちゃけ工場とかで。いやー攻めちゃダメです、あれマザネクだけ持っとこうや、ずっと。あと適当にセパして、これ楽ちんだな。セパセパセパで勝てるぞ。頑張ります。これ突破できる？いや、雪使うじゃん。まあまああります。いや、しかも、えぐいこれ。左が勝手に入ってる。
このコーチ怪しいな。怪しいけど気持ち程度にガインして、いやな、目がいやめっちゃ強いやん俺。さあなんか神相性めっちゃ多そうじゃない？なんか環境だけを考えて作ったみたいな。多分ね、テンプル系、その昔からある26クロス、まあ、29クロスてか、なんかそういうの引くとマジできつそうですけど、今だけを考えるとめっちゃ強そう。さあトリマーババセパー、はい、これね限界突破のための生贄ですけど、いてぇ来ちゃいけんやつが来た。さあこれむずいね。ババで守りたいけど使っちゃったんで、じゃあ古城ババで守るかみたいな。いや美味しいぞこれ、いや美味しい美味しい美味しい。しかもあスパーキー一発打ってもいい別に。いやーいやー偉すぎる。スケドラもう一体、いこれガイン入るんじゃね、手取ってるやん。いやめっちゃいいめっちゃいい。なんかえなんかきつそうじゃないって。スパーキーってやなめとかないよね。あーマズネク欲しい、マズネク、いやいらないな。さあソウルコールもあるし、なんか買ったくね。うんいや工場がめっちゃいい活躍した。単体ババまである。いやーありすぎかなー、行っちゃってほしい、ごめんなさい、行きます。ああいやでもだいぶはみ出た、一体だけか。よし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 。いやこのさ、いやなんかゴブジャイの背中強えな。いやーいいよババ、これもう一枚で出さないといけない。ダクピか、早めに仕留めたい。でコウモリ来たら、まあマズネク出してもいいな正直。まだ隠してるんだね。てかこれ絶対コウモリです。はいこんにちは。まあ全然違った。さあちょっとマズネクで守る、うっちょっとやます。さあ一旦防衛します、一旦防衛して、うーんこれ渋いね。じゃあ頑張って守ります。ちょっとお客さん来た動画撮ってる時に。さあまあまあまあこれやばいかもしかして、地獄見そうな流れが来てる。工場で一旦受けて、いやーでもやってほしいそれ。いやいい、いや全然全然全然右上できる、接近時回収いいよ。いやババ強いね。これさ、いやー左ぶっぱはちょっとあるんですけど、ないか、ヤナメも持ってるし、マザネクだけワンチャン。こう守ります、芝行け行け、黄色行け、残れ、熱い、いやめっちゃ熱いですこれ、絶対良妻です。うわーそれ偉、それ相手めちゃくちゃ正しいね。うわーちょっと雑になってきたか。いやこれ、いや逆だと思うんだよな俺普通に。いやー工場めっちゃ便利だなさっきから。いやこれそう最強あります。いやこれ最強あって止まるよね。いや止まんない感じ、止まれば勝てるぞ。いや止まるよねソウルコールで、最後混ざりくる。豚作ったかおばちゃんマジで。まあまあまあ今回はね混ざりくはお休みでしたやつ。いやないですね。まあ確かにスパーキーもね一応環境デッキではある、ちょっと増えてるからねゴブジェイ強化で。そうまあ相性いいかって言われると、まあ際どいけどね、際どいけど、まあ基本レイジザップ系しかないから、マザネ君もスケドラもほぼもう残りはするよね。スパーキーの時ちょっとめんどいっていう部分もある。さあアチャクイゴーストかちょっとレアだな、人気かめっちゃ人気だな。
延命したい、さすがに。おお、いや、ザップ型、いや、ちょっと特殊だね。入るのよ、タワーに。さあ、ま、マジアチャね、これきついんですよね、マジアチャがね。いかにあいつを仕留めるかみたいな。お、いや、俺は思ってたの違う。いや、これ逆に、うわー、バーバちょっとうざくない？うわー、まあやで、終わらしとくか。いや、意外といいダメージ入ってたって、オールブレイカーなんだな。うわー、でけえ。なんか、なんだなんだこれ。いや、なんか知らんけど、オールブレイカーだ。人気の候補賞をオールブレイカーにしたとか。いや、わかんねえな、なんでオールブレイカーなんだ。あっちゃくいまちゃっちゃでオールブレイカーゴーストというので、そんなデッキあるか。いや、ほんまにわかんないな。レアすぎる。メガナイトとかでもないしな。だいぶ特殊だね。いや、でかいそれ。いやー、よくないね。相手のあれやだな。これババ使わせて、スケドラで回収プランです。はい、いやー、めっちゃいいですね。理想ですね。はい、これで楽に。で、あいつらはしばく。うん、それやばい。これはもう入るっすね。仕方ない。え、えぐい。ファイボとかなければちょっとうざそう。いや、ダメだけ。ちょっとありそう。まあ、ちょっとありそう。ほぼ竹今ちょっとありそう。豚欲しいな。いや、マジで、え、いや、めっちゃちょっとありそう。いや、言っていいやろこれ。うざいぞ、うざいぞそれ。射抜くのミスったら終わりやで、あんた。うわい、絶対やりすぎちゃったやつでしょ。さあさあ、金髪ドリーム、無駄も紛れて、うえ、止まんないよね。いや、あれ打撃すごかったな。ダサップオールブレイカーレアすぎるよ。まあ、でもマザーネクじゃねえ、マジアチャもいて、ヤサップなんで、完全枯渇、枯渇だけを意識したデッキみたいなね、デッキですよね。まあ、このデッキもですし、やっぱ環境の中心にちょっと枯渇がいますね。枯渇に勝てない、多いて。枯渇に勝てないと、まあ、今季はね、やっていくのが苦しいというとこですかね。さあ、まあ、スケドラ、いや、まあ、テスラね、俺からしたらでも意外と嫌なんですよね。ちょっと強いんですよね、テスラ。ここで後ろババないのも嫌だな。やべえ、なんかミスった。スケドラとガインいっちゃうっすね。ウッドで全部いかれるし。さあ、まあ、ババセパっすね。結局ババセパで1周目捨てて2周目の限界突破でどれだけ刺せるかだと思うんで、まあまあ、ここの攻めはね、入らなくていいんですよ。てか、まあ、入るはずがない手で戦うんでね。まあ、矢だけ打っとこうかな。ソウルコールもまあ記念にしとくか。マジ何の記念やって感じだけど、ウッドが強えのよね。さあ、まあ、こっからね。こっからです。まあ、なんか全体にユニット散りばめたいね、でも。両サイズが絶対必須になるから、これは。テスラ強えな、おい。なんで顔されたん？でね、強化されたん。前のままでよかったやん。さあ、まあ、こっからっすね、俺の戦いは。
で次のプリンにやっぱ呪文したいんで、スケキンで竹取って、いやこれいいよ、両サイドね、これさあここやるっていいよいいよ、さあババも豚もママも全部入っていくよ、いい攻めなんじゃない、これ100チーク行くとプリン間に合うかな、いやちょっといい、いやちょっといい、絶対うざい、オッケー、やめっちゃいい、いやどうなっちゃう、さあいいね、環境芝生デッキです、さあグッドゲームです、やべどうしたどうした、ふいというわけで煽り中のね5月使いも仕分けますんで、ぜひ皆さん使ってみてくださいよ、お疲れ様でした、またね。